はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺留分侵害学請求権の期間制限について解説いたします。この内容っていうのは、条文自体それほど、難しくないっていうのが、条文では、2行ぐらいですかね。すごく短い、条文になっております。ただ、内容をちょっとじっくり見てみると、勘違いしやすい部分っていうのかな、理解しづらい部分がありますので、その点を今回解説していこうと思います。で、まず、遺留分侵害学請求権の期間制限なので、ある一定期間が過ぎると遺留分侵害額請求ができなくなりますよっていう話なんですね。で、どういった場合に遺留分侵害額請求ができなくなるかというと、下記1に1番2番のどちらか一方を満たすと遺留分侵害額請求権は時効によって消滅しますよっていうふうに条文では規定しております。じゃあ1番2番って何なのかというと、まず、2番の方が分かりやすいんで、2番から先に行きます。相続開始から10年を経過すると、もうこれは自動的に遺留分侵害額請求することができなくなっちゃうんですね。例えば私が遺言によって、私の相続財産すべて第三者に遺贈するよ。そういった遺言をしたと仮定します。そういった場合、私の配偶者っていうのは遺留分を持ちますんで、私の配偶者はその遺贈によって私の相続財産を全部もらった人に対して、その第三者に対して遺留分侵害額請求をすることができるんだけれども、相続の開始があってから10年が経過してしまったら、配偶者はその第三者に対して遺留分を返してくださいっていうふうに請求することができなくなるよっていう話です。で、難しいのが1番なんですね。1番はどういった内容かっていうと、遺留分権者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年間行使しないとき、この場合も遺留分侵害額請求は時効によって消滅するんですね。で、この部分がややこしいんですよ。知ってから1年間行使しないとき、これはわかるじゃないですか。ただこの部分がちょっとわかりにくくて、これを分解すると左側と右側に分けることができます。で、このおよびっていうのはこれどちらもっていうことなので、左側、右側、どちらも知ったその時から1年間行使しない時に権利は消滅するよっていう話なんです。つまり言い換えると、こっちは知ってるけどもこっち知らないという状況であれば、これ該当しないって話なんですね。つまり1年間行使しなかったとしても1番は満たしませんよ。つまりこっちによって遺留分侵害額請求権が消滅することはありませんよっていうことです。もちろん2番が原因で遺留分侵害額請求権が消滅することはあるけれども、1番によって権利が消滅することはないですよっていう話なんですね。逆にこっちだけ知っていてこっち知らない、あまりないですけども、こっちだけ知っていてこっちを知らない場合、この場合も1年間行使しなかったとしても権利は消滅しませんよっていう話です。つまりこの2つ、左側と右側、どちらも知って初めて1年間のこの時効期間が進み出しますよ、進行し始めますよっていう話なんです。ここまでまず OK でしょうか。で、続いて右側です。こっちについてはこれまたはとなっているので、どちらか一方でも知ったら OK なんですよ。つまり相続開始と遺留分を侵害する贈与、これどちらも知った、でこれは知らなかったといった場合でも、これは時効期間スタートしますんで、つまり1年間権利を行使しなかったというのであれば、時効によって権利は消滅するよっていう話なんですね。また逆もそうですね。相続開始と遺贈があったことを知った、この2つのセットですね。これどちらも知ったというのであれば、時効期間は進行し始めて1年間行使をしない、この遺留分侵害額請求権を1年間行使しないのであれば時効によって消滅するよ、この権利は消滅するよっていう話です。これが重要なポイントになってくるんですね。で、引っ掛け問題とかでも引っ掛けやすいんですよ。この相続開始のことだけ知って1年間この権利を行使しなかったとき、
事項によって遺留分侵害学請求は消滅する、丸か×かってなったらそれは×ですよね。こっちしか知らないわけだから、それだけで事項消滅するわけじゃありませんよっていう話です。で、まあ、遺贈があったこと、これは大丈夫ですよね。遺贈っていうのは遺言によって贈与することです。例えば、私が生前遺言を書いたと。で、遺言書いてその中には私の財産は全部第三者に遺贈するよ、このように書いたのであれば、これは遺贈です。つまり遺留分権者がその遺言の内容を知った時といったイメージで大丈夫です。で、もう一つが遺留分を侵害する贈与、これ何かというと、これいわゆる生前贈与なんですよ。私が死亡する前に第三者に何かしらお金を贈与していた、不動産を贈与していた、そういった内容なんですね。で、ちょっと細かい話をすると、相続人以外の第三者については相続の開始前1年以内に贈与があったものが対象です。つまり2年前に私が第三者に対して100万円贈与していたというのであれば、それについてはこの生前贈与には入りません。これには入りません。また相続人に対しては10年以内に贈与したもの、例えば私に子供がいて5年前に結婚資金として100万円を贈与していた、まあ、こういった場合、相続人に対しては10年以内のものが対象になってくるので、この場合は遺留分を侵害する贈与に当たる可能性があるんですね。まあ、もちろんその生前贈与があったからといって、それで直ちに遺留分を侵害するわけではありませんよ。今の事例で言うと、私は子供に100万円しか贈与していないわけですよね。私が例えば1億円の財産を持っていて、まあ、そのうち100万円を贈与したというのであれば、それはおそらく遺留分を侵害する贈与には当たらない。つまり遺留分を侵害しないわけですね。1億の財産を持っていて配偶者子供1人だった場合、配偶者の遺留分っていうのは2分の 1×2 分の1で4分の1なんですね。つまり2500万円が遺留分です。だから子供に100万円贈与したとしても、私1億円持っていて、その中の2500万円がその人に相続財産として受け取っているというのであれば、それは遺留分侵害しないわけですよね。なので、あくまでも対象は遺留分を侵害する贈与ということになります。で、この贈与については、相続人以外のものについては相続開始から1年以内に贈与したもの、また相続人に対しては相続開始から10年以内に贈与したもの、これが対象になってきますよっていう話です。まあ、ただここまでは覚えなくてもいいです。とりあえず頭に入れていただきたいのはここの内容なんですね。このおよびとまたはのこの意味ですよね。ここをしっかり頭に入れていただくことが重要なんで、今の具体例については、まあ、補足的にですね、頭に入れるぐらいで大丈夫です。またこの1年と10年、これは絶対頭に入れておいてくださいね。まあ、これは覚えている方意外と多いと思いますが、ここはもう丸暗記で大丈夫なんで、丸暗記で頭に入れておきましょう。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月、そろそろ実力はついてきていますでしょうか。実際弊社の受講師さんはすでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講さんの中でも中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ、この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。